エントリーナンバー5番、総合政策学部3年の永瀬文明です。大学では KOELK というアイスホッケーサークルのキャプテンをやっています。人数がすごく少ないサークルなんですが、その分先輩後輩の、仲が非常によく毎日楽しくやっています。何度もモチベーションが下がった時期とかあったんですが、今は本当に大学生活のほとんどアイスホッケーに費やしていると思います。で、練習がない日でも、みんなで学校で練習のビデオを見たり、また、アイスホッケーやるためには普通にスケートの技術がまだまだ僕らは初心者なので足りないので、スケートの練習に行ったり、とにかくみんなホッケーが大好きで熱い奴らが集まっている最高のサークルです。自分のキャラというか性格はとにかく、マイペースだなと思います。良くも悪くもあまり普段生活していて焦ることがないので、そのおかげで毎日楽しく過ごしています。今年のミスター KO のコンセプトが、ミスターを色に例えるということなんですが、僕はいろいろ考えたんですけど、周りからも言われたりして、一応白ということになりました。で、理由をいろいろ考えてみたんですが、やっぱりアイスホッケーをやってるっていうのと、あと、6人の候補者の中で僕が一番ピュアかなと。なので僕の色はイメージは白かなと思います。FC にあるアイスホッケーサークルでキャプテンやっています。ライトウィングといって、分かりやすく言うとフォワードです。アイスホッケー全く初心者で大学入学してからなんでまだ3年目です。前に留学をしていて、その留学先がカナダだったのですが、そこで出会いました。スピーディーで、試合展開がとても速く、また他のスポーツにない、いつでも選手を交代することができたり、またゴール裏を使った、プレーが可能だったり、そして何より当たりが激しく男らしいスポーツです。そうですね、チーム内では、何かことあるごとに全裸になって、脱ぎキャラですね。ミスターに出るきっかけはもともと友達に勧められたのが、きっかけなんですが、これを機に、サークル以外の友達の輪が増えたらきっと楽しいなと思い、また、やらずに後悔するよりもやってから後悔した方がいいなと思い、ミスターに出ることに決めました。なのでやるからには、最後まで適当にやらずに頑張りたいと思ってます。